サッカーファンの皆さん、こんばんは。サッカー中継の時間がやってきました。この試合への期待の大きさがスタジアムのサポーターからもひしひしと伝わってきています。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、これは歴史に残る試合になりそうですね。はい、よろしくお願いします。こうやってサッカーを見られるのは解説者冥利につきますね。今日もいいゲームを期待しています。ホームチームのラインナップです。攻撃的な 3-4-3 です。守備のリスクは大きくなりますが、パスを回しやすいシステムです。このチームは容赦ないプレスで相手を思い通り動かせないことで知られています。今日もいつも通りでしょうか？そうですね、変わらないでしょう。両チーム体力が重要になりますが、相手にとって特に重要なのはプレスに対して冷静さを保つことですね。押し切られないように注意が必要です。ガンバは何度もタイトルを取っています。特に天皇杯に強いイメージがありますね。2014年の三冠はお見事でした。最近はタイトルコレクターになりましたね。今試合開始のホイッスルが吹かれました。このロブパスは通りそうです。ゴールチャンス、よく止めましたがボールはこぼれています。かなり危ないシーンでしたが、なんとかしのぎ切りました。金森武史、さあどこから仕掛けるか。ボールポゼッションは相手チームです。カットしました。仕掛けてきました。チャンスになりそうです。さあリードできるか。ボールをしっかりとクリア。失点してもおかしくないシーンでした。タックルが決まった。倉田修、スルッと上がってパスをカットしました。田辺壮太、味方へのパスは少しタイミングが合いませんでした。スローインになります。三浦玄太、ガンバ大阪の攻撃です。ガンバ大阪、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。ゴールゴール、フィニッシュは目の覚めるようなボレーで決めてきました。なんというテクニック。リプレイですね。狙いすましたクロスを中の選手へ送っています。そしてフィニッシュ。この距離なら外さないでしょう。
ボールがフリーになりました。着実なビルドアップからチャンスを狙います。慎重な組み立てでしたが、ここで相手ボールになりました。ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。田辺聡太、ボールを運びゴールに襲いかかります。ここは庄司がうまく読んだ。同点に追いつけるか、来たー、ゴール、同点に追いつきました。あの距離でシュートを打たれるとキーパーはどうしようもないですね。あそこで打たれた時点で勝負ありでした。素晴らしいスキルですね。田中達也、クロスで狙える位置です。決まれば勝ち越し。いい位置でしたがポゼッションが変わります。見事なインターセプト、見事なロブパス、ボールを運んでいます。中で待つ味方に通してきました。あっと、これは危ない、クリアミスです。ここはキーパーが積極的に出ました。これはパスミスでしょう。キーパーからのボールは相手に渡ります。入れば1点リード。ナイスタックル、ファールをせずよく止めました。奈良辰樹、金森武史、ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。タックルで危機を出しました。パスをカット、いい読みでした。ボールを失った。現在スコアは同点。ボールを回してチャンスを伺います。見事なブロック、ボールを持って上がります。これはナイスカット、チームを救いました。プレッシャーをかけられます。プレスが効いている。シュート、決まった。これで2ゴール目。この選手はノリに乗っています。相手の選手が近づいてくる前にボールを処理すべきでしたね。あんな位置で相手に取られれば失点するのは当然です。少し集中力を欠いていたんじゃないでしょうか。試合を止めていた分、アディショナルタイムが1分追加されます。
相手がいるところにパスを蹴ってしまいました。田中達也、田辺聡太、さあクロスか。ボックス内の相手をタックルで阻止しました。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは2対1。ゲームはハーフタイムに移ります。前半はこの選手のプレーが目立っていましたね。早くも2得点ですか。ハットトリックを狙いますね。リードしているのはこの選手のおかげです。後半はガンバ大阪のキックオフで始まります。ボールがフリーになりました。ここでパスをカット。相手の攻撃を断ち切ります。金森健、ボールを取りました。さてどうする。ガンバ大阪の攻撃です。どうだ。ここはブロックされました。ここで取り返します。田辺聡太、サイドにスペースがあります。ボールポゼッションは相手に移ります。ここは一気に攻め込んでいくのか。いい組み立てだったんですがボールを奪われましたね。危険な位置です。緊張感が増してきます。これはナイスインターセプト。倉田修、ボールを取り返します。仕掛けてくるのか。東口がセーブ。パスをカットしました。相手の攻撃を断ち切ります。サイドが空いています。これはディフェンスの連携がいい。取った。ボールを運びゴールに襲いかかります。田中達也、金森健、東口がしっかり止めました。三浦玄太、庄司源、見事なパスカットです。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。下がってボールに触ろうとします。さあどうする。深くえぐって折り返す形のクロス。チャンスになるか。これは入りません。プレッシャーが厳しかったですね。余裕がない状況でしたからしょうがないと思います。
両チーム動きます。カットします。さあ自ら持ち込んでいく。タックルを受けています。カウンターのチャンス、仕留められるか。カウンターになります。早く戻らないと防ぎきれません。ガンバ大阪ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。やりました。クリアすべきでしょう。一旦サイドに振ってスペースを詰めていきます。同点に追いつきたいところ。これが最後のチャンスになるでしょうか。田辺聡太。いやー、それにしてもしっかりとパスをつないできますね。そうですね、狭いところでもしっかりパスをつなぐという意思が見えますね。相手を抜きました。いいカットです。ピンチを防ぎました。三浦玄太。アディショナルタイムが1分増やされました。倉田修。中盤に1点を必死に追いかけています。ここはなんとかコーナーにしました。決められるでしょうか。ボールが中央へ向かう。このボールはディフェンスがクリアします。試合終了です。ホームチームが見事に勝利を収めました。快勝というわけにはいきませんでしたが、1点差でも勝利は勝利です。接戦を見事にものにしました。圧倒的な存在感を見せつけました。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。